レースに必要なものを買いにスーパーまで来たわけだが、スナックね。水分は大事。バンドはエイジ。水は何本あってもいいですから。水、醤油、みりん。夕方の3時ぐらいからスタートして、だいたい1チーム3人マシン3台までで、まあ、7時間走り切る。必要な装備がヘッドライトと、あと追突されないようにテールライトを必ずつけて、とにかくもうパドックとかもピカピカで、マシンもねビカビカに光らして、光らしたやつが偉いレース、まあ、とにかくね楽しいお祭りみたいな感じ でも甲子園みたいな感じになってるから。エンデュロ界のね甲子園だ。みんな土持って帰るマシンつけて洗ってないだけでしょ、ね、参加チームさらっと行っていきましょう。チームアールズ、石田敏行擁する RMX2 台で、構成されたチームとなっており、石田敏行 とあちらはタッキー、タッキータッキーさん、もう一人まだ来てないけどクロッキー君がこの後来るらしいです。はい、ごめん。この白鳥がキラキラしてるのが、まあ、高級感を演出してますね。チーム名なんだっけ、竹澤、テトラ、ヤマト、ナグモ、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、早い人がいっぱいいるズルのチームです。はい、ズルのチームでした。鉄人森の森の G ユータ、スポンサードバイ、スポンサードバイナグモータ、リーパンヒカンチーム、マジであれしこのチームはとにかく年齢層が高い、加齢臭がかなり厳しいチームとなっていて、メンバーの一人は一の船井から彼、あ、久々に見ました。こんにちは。ゆうのりさんっていう方で、年齢はかなり高めです。一緒同世代、大体36つだから、今年36 30ですよ、30。もう一人は本当にヤバい人がいて、多分リーダー、エイジは今年で38だったかな。結構いってるね。フナイレーシング3人で構成されるチーム、こちらが、阿部さんで、趣味は先輩をいじめること。え、黒いシルエットで、ジムを担当されてる男中田さん。ジムリーダーね。ジムリーダーの男中田さんですね。はい、と僕の3人が、はい、純正は僕らだけですね。そうですね。あと1チーム一応超攻撃的なチームが参加する。超攻撃的なチーム、うん、超攻撃的な、こちらはねホンダレクリエーションクラブ、メンバーは私と、はい、小沢さん、フナイレーシング入ってまだ1週間ぐらいかな。フナイレーシングで参入された小沢さん、よろしくね。あ、どうも。ナンバーいくつ？ナンバー11のフランキー役です。お前仲間になれよっつってドーンっつってチームオーナーの川崎さんです。川崎です。農家やらせてもらってます。埼玉で非常に大きい豪農で、今回も、車両をこちら、はい、CRF150R と、そちらの CRF450R 出てきちゃったね、を提供していただき、でこのパドックも発電機と扇風機と冷蔵庫もろもろ提供していただいている、まあ、本当にオーナー、僕のスポンサーでもあるんですけど。そうだったの。じゃあ意気込みを。絶対優勝して勝てる弟にします。これはそれドラゴン。ドラゴン宿ってる。ゆのりさんの館内ちょっとさ雰囲気似てるね。可愛いでしょ。可愛い。ねえねしてんじゃねえ。めっち
YouTube にアップするぞお前。たけるくんもね、家内募集中。家内募集中です。家内募集中です。ファンレターこちらまで。こちらまで。これマジのガス掃除だわ。残酷なのは死ではなく生だ。どこだ？私の視界が良好だ。そうは見えないけど。吸い込んでみろ。間違える。吸い込んでみろ。痛い。もう見えないですか。どっから攻撃受けてるのか分かってない。エンジンが止まってるが、ここで慌てない。ここで慌てたら一気に持ってかれる。しっかりホットスタートを握りの、フォーストはキックスピードいきます。おいキックスピード、フォーストはキックスピード。すごい段差が、我らホンダレクリエーションクラブ永久不滅。負けるわけにはいかないんだよマジで。 HRC としてさ、 R だけは抑えなきゃいけない。わっしゃい、あー気持ちいい。これやりに来てんだよ。なっちゃうんだ今。でも負けるわけないから、おとなげないけどね。しっかりと夏目ちゃんも抑えていく。Thank you.
だと思う。私の視界は良好ではない。私の視界一切良好じゃない。砂ぼこりで死ぬ男の方死す現在レース開始から1時間半、セカンドライダーとして長さにパスしてわらびを登り切って下った後に、サブレターがオーバーフローが止まらんと、でサブをバラしてるから、バラしてんすけどプラグがどっちもびしゃびしゃなって死んだから、プラグの予備を今持っていってる感じですね。携帯とかいるね、やっぱり。これ上じゃないですか、これ。そう、お、あ、うん、あ、うん、多分海走ってる方がいいですか。耐久レース感が出てきました、ね、1時間半にしてね。マシン寿命短すぎやな、それにしては。整備不良。見つけました、男の中田さん。男の方はわらび下でマシン整備中。めっちゃいい感じで走ってて、3周目、もう一番乗りのはずだったんですけど、あのスペシャルセクションにすぐそこなんだけど。いや、そう、行ってるのかなと思ってさ。いや、行くつもりだったよ。行って交代するつもりだったけど。おお、調子良さそうやな、トッシー。止まった、フラグ返しといて。ウェイ、フライレーシング2番ライダー、ここ中田選手のスーパーの整備中。うぅ、行きたい。なんかさ、土がすごいね、くしゃみが止まらんもん。あれでもめっちゃ綺麗だ。いや、でもびちゃびちゃ。うぅ、押しがけします。帰ってきた。名誉の負傷です。あら、あらら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 ら。おお。斜めの輪立ちがいやらしいですね。やっぱあの硬いからさ、取れるっしょ。下り？下りですね。下りだよね。で、根っこあるんすよね。根っこもある。だからパーンってフロント持ってかれて。お前今飛び乗っていけばタケル行けんだよ。タケル追いつけるとこ。タケル食ってくるわ、ちょっと。楽しすぎる。こういう風にやりてんだ。はい、船井レーシング3番ライダーポコチです、現在2走目ライダーの男中田さん2周目行かれたということなんですが、もうすぐスペシャルステージ、ヒルクライムが開放される時間かな。スペシャルステージが開放されるとそこ登れない限りは進めないっていう、なんかこうトラップセクションみたいな感じなんで、そこをね、ちょっと僕のタイミングでそれ来ちゃうと多分そこに30分近く幽閉されて無駄になっちゃうんで、できればね、男中田さんにステージは行ってほしいところかなと思ってます。もしくは阿部さん。そうですね、うん、はい、ちょっととりあえず体アップさせて。佐々木さんが帰ってきた。武田さん、4号4号出陣。めっちゃ走るよ。めっちゃ走る。了解。4号行きます。うわ、やべえこれ。あ、これやべえ。あ、やべえ。何このマシン。やばいやばい、なにこれ、速っ。やべえ、面白い。これ危ねえわ。あー、え、やばいやばいやばい、やばい。パスッと止まったけど大丈夫かな。難しいかもしれない。やお、わざね。難しいかも。あれ、解放されてなくない？解放されてない。まだ？まだっぽい。やらせてもらうために来てるんだな。
もう一周するの嫌なんだよな。もう一周とか全然嫌なんだよこっちはさ本当だよ、これやりに来てんだから。マーシャルの姿ないもん。すいません空いてないんですけど。ちょっとおいおい今はい、行きます。重いんだが、重いんだな。これがまた、あとねエンジンがかからないんだな。はい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 。あのね、4号完全に理解。あ、分かった。4号分かった。4号理解。なるほど。分かった。分かっただろ。分かったよこれ。分かったっつってんの。え？今のはおかしいよ。あ、重い。あ、痛い。痛いです。くそー、ショックだマジで。おい、ショックだマジで。おい、うわー、久々すぎて緊張するわ。あー、これが最後の会話になるとはな。現在、誰逃れ？了解。痛っ。わらび、いけんのか俺。これは怖い。ああ暗くなってきました。次のライダーは暗くなってきた。マンガナデンガラ、ぜひ同じの。じゃあマンガナデンガラさんにこれをそのまま。これからがね、本当に一番楽しい。神経がね、研ぎ澄まされて、あの全部見える。あのラインも全部見えるし、ひょっとしたらあの女の子の服とかもちょっと透けて見えるかもしれない。おい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 、お前注意してください。たまんねえな、これ。おい、この明かりの感じ、たまんねえ。夜明けまでやらせてくれ。視界は？視界は良好だ。体力の底がないわ、今日に関しては。まだ参る。ライディングはやめない、続行する。次絶対止まらない、俺一回も止まらない。マジで出てこい、困る。やってやろう、やってやろうじゃないか。おおお、バックオフ。もう一回いけますか。皆さんの安全を祈願して待った。お疲れ様です。ピカピカやな、これ全身。ようやく走れるよな、伊藤さ。全身光って、こんな扇風機までつけてね。落としても最悪、落とすけど、落としても分かる。まあ確かにね。よっしゃい、回してくれ。つい
に始まったナイトエンデューロ。オッケーオッケー、視界良好視界良好。おお、暗い暗い、最高だね。いたいたいた、まあまあまあ、さすがに暗い。ちょっとよく見えなく惑わされてしまった、情けねえ。だけどさ、こんなんじゃ俺止まらないよ。止めて見せてよ。こんな谷川絵でもね。いくよ、せーの、おい、あ、おい、これはまずい。オッケー、よく路面を照らしてしっかりラインあるから。おい、うわい、速い俺。とてつもないスピードで今走行していますけど、HRC の看板背負ってる。こんなところで止まってたらさ、川崎さんに合わせる顔がねえんだ。川崎さん見てますか、この俺のライディング。川崎さん、おいおいおい、永遠にやらせてくれよ。うわー、縄跳びしていただきます。縄跳び、縄跳び了解。立ちますから3回飛んで、抜けてください。どうぞ、早い向かって、どうぞ、どうぞ、どうぞ、早く見てください、早く見てやべえ、すげえマシンだこれ。いや、すげえのはライダーなのかマシンなのかライダーなのかわかんねえ。でもやべえ、あったっちゃ、あった。いててて、ちょっといたわりを持ちます。あった。なんかどういう感じこれ。やべ、止まった。もしかして、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 はい。あ、やべ、ガスケットだこれ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。ニュートラルで行ってやるよ。ガスケットしても止まらねえのが俺だろ。やべ、ちょっと止まりつつある、そんな気もするが。リザーブってあるのかこれ。モトクロスターってもしかしてリザーブとかない。もう終わりだ、もう終わりだ。やったやった、帰れる帰れる、あぶねえ、帰れる。よし、よし、あぶねえ。あずめちゃん、ちょっとこの坂だけいいっすか。ガス欠しちゃった、ありがとう。楽しI'm not afraid to
でしょうか。こちら大町、現在8時18分、レース残り1時間40分にして大雨。これはやばいよ、絶対に嫌や。ありえないぐらいの雨が降っている。この中で回ってきた、されてて無理。あーやばい、これはやばい、非常にまずい、効いてないわこれ。オイルショック抜けないとやばいよ、早く。これとか無理だろ、どうやって降りたかっけ俺。むしろ逆に効くけど、これは絶対無理。最悪左側にスライドして足がこっちの草地にさえつけば、映像じゃ分からんかもしれんけど、やばい、相当なヌルヌルです。もう雨降って雨降って濡れつきがやばいやばい。大至急コックをオフにしないと、これはやばいっす。全部滑る。ここは止まらん。そう、これはやばい。くそ、これどうやって降りんの。やばいやばい、起こせる。やばいっすねこれ。踏ん張れない。うわあ、おお、ナイス。聞こえますか、聞こえますか。オイルショックがカオスになってます、やばい。了解。降りれん、くそ。こんなこと、あ、興奮症多いな。こうやってハンドルをこの原理で動かせばちょっとずつ前に進むはずなんだけど、あ、いやマジでこんなコース出てるバカマジで。こちらはオイルショック、オイルショックの下りがもう立ってられない、ヌルヌルで大渋滞起きて、その中で俺は一人滑り落ちながら下まで下ってきて仕上がってます。調子ダメです。伊藤さん帰ってきた。チェッカー残り10分、伊藤さん間に合った間に合った、他の後ろ5台ぐらいさ、連絡になった初めて。伊藤さんいかがでしたか。いやなんかね、変なのが見えた途中で、煙突みたいな霧の中にさ、なんか水玉みたいなの見えてさ、助けてきてくれたんだと思ったらさ、ただなんか意識が朦朧としだして、あ、そうなんだ。いやでも俺羨ましいもん、こんな本格みんなさやって。でもね、ちょっと申し訳ないのが、俺は普通に1周パック帰って大雨のタイミングでバトンタッチするつもりが、俺がグッズ入った瞬間に大雨降りてごめんってなったもん。
ロケン君と最後2人で手伝いしてたら、会社の人が、まあ、でもこの後のここ全部カップラって下るだけだけど、まあ、そうです、うげえって、でもダメ元でいいから行くかってなって、ダメ元で直前回行ったら、行けたから、あと空気も全部見た。いやね、いや、ゴールしてみたらね、ゴールしてみたら、もう一回やる、もう一回やるだろうと。Summer.